受けてきました第344回トイック公開テストですね。はい、2月25日午前、まあ、全体としては今回は、まずはパート1ですね。パート1はパート5でこれは正解になりませんよって言われてたやつが正解になったり、最後の10問ですね、何が多かったか。さあ、始まりました。もんちゅっちチャンネルです。さあ、受けてきました。第344回トイック公開テストですね。はい、2月25日午前の受験になります。はい。初めてですよね、こんな国立大学の入試が行われてて、トイックがあって、英検の二次試験があるっていうのはね、全くもって同じ日にあるっていう状況でしたけども、あれ初めてだよね、多分ね。はい。会場、ちょっと行ったところではもう英検やってましたけど、はい、久しぶりの会場でしたね。大学で、やっぱコロナ禍一回も開催されてなかったんでしょうね。前は年に1、2回はいつも行ってるとこだったんですけど、超久しぶりに行ってきました。もう大学の中身もだいぶ変わって進化しててびっくりしましたけど、はい、どうだったのか見ていきますが、まあね、3人掛けのね、席でね、まあ大体3人掛けってなるんで真ん中になるんですけど、あ、今回真ん中でした。はい。あ、コロナ禍で真ん中じゃないことも結構あったのになと思いながら、はい、もうコロナ後、やっぱり真ん中にさせられる。でもね、両端誰もいなくて、やったーって思ってね、たら、席移動してきた人がいて、横いる状況でしたけどね。はい。そんな中、一体どうだったのか見ていきたいと思います。まあ、全体としては、今回は、なんとかレベルはそこまで高くなかった、今までと比べて。この文章の内容だったり、音声の流れてくるね、ストーリーだったりとかは、今までのこのね、去年23年から、この24年の初めの中では一番優しかったかなと思いますね。ただし、リスニングの設問がややこしいのが、ちょっと多めだったかな、いつもよりって思いますね。あれ？え、これでいいの？って思ったのがいくつもあったって感じですね。はい、リーディングに関しては結構身構えたんですよ。パート5とか簡単で、で6もできるできるってなったから、7にめっちゃ難しいの来んじゃねえのと思ってたんだけど、そんなこともなかった。まあ推測問題がちょっとねっていうのあったけどね、これ本当に言えるかって思ったのはありましたが、はい、ではではそれぞれのパートごとのですね、はい、感想言っていきたいと思いますね。まずはパート1ですね。パート1はやや優しめかな。今回はまあその1年間の中で、まあね、2023年の2月だとして、中で一番優しかった。うん。難しい表現が少なかったですね。引っ掛けの選択肢というか間違いの選択肢には、かつて出たですね、超ムズのやつが出てきたりはしてたんですが、正解になるやつは全部優しかったんで、まあ、久しぶりにここまで優しいのが来たなっていう感じです。もちろん昔のパターンに比べたら難しいですよ。続いて、パート2ですね。パート2は、やっぱり変化球がまあ難しいっていう感じですね。だから普通ですかね、今回は。最後の問題かな、悩んだの。悩んだっていうか、僕もう悩んでもしょうがないんですけど、もう正解が来たら絶対マークするっていうルールで、僕ずっと受け続けてるので、ここね、1年以上かな、わかんないけど、やってるんで、だからもう A が出てきたら A 塗るんですよ。B が出てきたらもう B 塗る。ね、B でもう答えだと思ったら塗るんですよ。で、もう答えだと思って塗ったんですよ。その後に C 聞いて、これも合ってるように思うんだけど、え？みたいなね、ちょっと悩んだけど、でも変えないっていうのが私の、はい、ルールなので、自分の中でね、はい、変えずにやりました。でまあ別に一問間違えたところでって思って進んでいったわけですが、でもね、それでも3、4でもこれ何っていうのが出てきたので困った。だからパース3、4は一応普通としておきます。普通としとくんだけど、むずいのがあった。これ言えんのみたいなねのがあった。ただね、これが正解なのかな、うーんっていうのはちょっと悩んで、まあ場面としてはこの1年間の中では優しめ、ただしやっぱりね、フォーカスグループとかさ、最近出るようになったね、状況をちゃんと分かってないといけないとかっていうのはまあありました。デジタル時代ですからね、 SNS 関係のものも出るようになりましたね。うん、だこの辺の違い、今までのトイックにはなかったデジタル化された世界、リモートワークとかさ、ね、そういったものが、まあきちんと場面が分かっていれば、今回は取りやすい。ただし問題いくつか、うってなるのがあったって感じですね。だ、逃しちゃってるかな、満点リスニングは。わかんないですけどね。その、ただ、わかんなくても、勘が働くので、いつもですね。はい。そう、わかんない問題があっても、この流れなんだから、これがきっと正解になるよねっていうのでね。結構耐えてきてるので、いつもね。どうなるのかちょっとわかりませんが。はい、そんな感じでした。リスニングが、ちょっとあれ、あれってなった問題があったって感じです。はい。続いてパート5ですね。パート5、まあ一応普通としておきますかね。人によって、
てはやや優しめだと思うと思いますね、うん、まあコロケーションですかね、結構レベルが高いなと思ったもの、ただ他の選択肢がやっぱり入らないってわかるからまあできるかなって感じかな、うん、文法問題でもああこんな引っ掛け出てくんだって思ったね、ちょっと納得いかないというか、まあ、答えはもう絶対それなんですけど、えっていうのがあったよね、多分ね初めてのパターン出題されましたよね、今まで絶対正解にならないって言ってきたやつが正解として出てきたので、はい、これは初登場だと思います、うん、これ分かる人には分かります、パート5ではこれは正解になりませんよって言われてたやつが正解になったよね、ちょっとそれはうんって思った、しかもそれのせいで後に出てくる問題に多分ね引っかかる人がいるんだよね、あこれと同じ形だって思って後々出てくるやつを選んだら罰なんですよちなみにね、っていうので、まあこれ何のことだか分かんない方もいると思いますが、まあ反省会のライブありますんでそちら見ていただければと思うんですが、うんちょっとねそれがって思った、初めてのパターンだったからね正解になるの。続いてパース6は、まあこれは優しめですね、やや優しいとしておきましょうか、今までの中では圧倒的に優しいんじゃない、この1年間の中ではですね、文法語法語彙も難しいのはそんななかったよねし、文挿入がとにかく優しかったですね今までと比べて、やっぱ悩むのがなかった、これかなこれかなっていつもやるんですけど、それがなくすんなりといったんでちょっとびっくりした、はい、で続いてパート7ですね、パート7は普通としておきますね、久しぶりですね、このなんとかさややなんばっかりだったのに普通ってきたのは多分超久しぶりだと思うんですけど、もう何年ぶりだと思いますけどね多分ね、それが読む量は多かったですよ、量は多かったけどすんなり答えが出るものが多かったですね、やや2問かな、そんな推測でそこまで言えるかよみたいなのはちょっと思ったけどね、まあこう書かれてんだからこうなるけど、でもそこまで推測していいんだったらさこれだって言えちゃうかもしんねえじゃねえかって思ったけど、まあまあまあ答えは一つかなっていう感じでしたね、うん、わかんないですよ、こういう風に簡単だ優しいと思った時ほど満点って取りづらいんでね、厄介なんですよね、そう難しいと思った時の方がね間違えても満点出るんで、今回なんか全問正解とかだったら結構出にくいだろうなと思ったんですが、はい、そんな感じですね、じゃあ最後の10問ですね、何が多かったかです、あくまで僕の回答ですけど、そういつもね最後の10問一体何が多いんですかっていう質問来るんでそちらね答えておきましょう、はい、最後の10問で多かったものはですね A と C、はい、両方4問ずつあった、すごくない、10問中44ですよ、 A4C4 だから B と D が1個ずつ、うん、まあ、最後の10問でどれかがないとかっていうのは絶対ないんですけど、必ずあるんだけど珍しいかな、4411っていう状況になるのはあんまりないかなと思った、結構今回重なるの多かったね、3つ続きは相当多いと思った、偏り多めだった気がする、パート2の最初のやつとかもそうだったよね、最初じゃないか2個目の列か、はい、リスニングの2列目に C が多いなとかさ、なんか重なるなって思ったのがちょっと多い回かなと思います、はい、受けた皆様どうでございましたでしょうか、今回はまあ雨だったんで関東ね、だから出席者は少なかったんですけど、いやもったいないと思いますよ多分ね、はい、受けていれば、取りやすい問題が多い回だったのになって思いますね、はい、受験会場に行きましょうということでございました、はい、ご視聴ありがとうございました、 Thank you for watching。